ダミアン・マックルは北アイルランドのプロレスラー。ベルファスト出身。現在は WWE にて、キリアン・デインのリングネームで所属。学生時代は、サッカー、ラグビー、柔道、バスケットボールなど、多種のスポーツに打ち込む。2005年、NWA UK ハンマーロックや NWA、スコットランドなどプロレスのトレーニングセンターで訓練を積む。4月2日、 スコットランドベルズヒルを拠点とするスワのソースラストライツにてダミアン・オコナーのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。ピート・オニールと組んでグレン・ダンバーグラント・ダンバーと対戦。敗戦した。デビュー後、オニールとはシャムロッカーズなるタッグチームを結成して活動。2006年9月16日、スワ・ディール・オア・ノー・ディールにてスワ・タッグ・オーザを保持するミートと対戦。 勝利して、ベルトをダッシュ。キャリア初のタイトルを体感。2007年5月、スコットレンウィックとブリテンズ・モスト・オンテッドなる、タッグチームを結成。6月9日、スワ・バトルラインズ2007にて、スワ・タッグ王座を保持する、エイリストと対戦。勝利して、ベルトをダッシュ。2011年5月20日、イングランド・ビリンガムを拠点とする 3CW の、ヒストリー・イン・ザ・メーミング。 セブンスアニバーサリー賞に参戦。3CW タッグ王座を保持するチームキャメロン・クラーゼに挑戦。勝利してベルトをダッシュ。2013年8月24日、スコットランド・ダンディを拠点とする SWE のヘルフォーライクラ X に参戦。SWE ヘビー級王座を保持するミスターニュース・ジョニー・ライオンズとサンウェイマッチによる王座戦で挑戦。終盤に、 ニュースがライオンズを攻めて、場外を落として油断していた隙をついて、バーン、リバーブートを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2014年、リングネームをダモをはじめ、ビッグ、ダモと複数の名義を使用。10月31日、イングランドサフォークを拠点とするズワのリバイバルに、ダモーコナーのリングネームで参戦。1デートーナメントであるズワブリテッシュヘビー級王座、争奪トーナメントに出場。 一回戦でサムスラムを破り、決勝ではダグ・ウィリアムス、マーティン・ストーン、ジミー・ハボックと4ウェイマッチで対戦。この試合を制して優勝。王座を体感した。11月22日、ドイツノルトベストファー練習センを拠点とする、WXW の1 4スアニバーサリーツアー、ハンバーグに参戦。ミヒャエル・シェンケンベルグと対戦。 最後にアルスタープランテーションを決めて勝利。試合後、シェンケンベルグに対して、追撃を加え、仲裁に来たスティーブ・バレンティーノと、マリアス・バン・ベートーベンを帰り討ちにして、勝ち名乗りを上げた。2015年6月14日、イングランド・ケントを拠点とするリボプロのサマー・シサラー2015に参戦。石井智弘と対戦。中盤より、両者を技の決め合いになるが最後には、 バンダモネーターからベルファストボムを決めて勝利。試合後には同イベントに参戦していた中村信介に対戦を要求した。10月2日、リボプロアップライジング2015にて中村信介との対戦を実現。中盤にコシュタバワーを決めてピンフォール間近まで迫るも返され、最後にボマイエを決められ敗戦。同月3日、リボプログローバルウォーズ UK にて、 棚橋博士と対戦。関節技で試合を組み立てようとする棚橋に対して、パワーで圧倒。終盤に、バンダモネーターを繰り出すも避けられると、スリングブレードから、ハイフライフローを決められ敗戦。同月28日、ジェフ・ジャレットが主催する、GFW の UK インベージョンに参戦。ブラムとフォールズカウントエニウェアマッチで対戦。激しい打撃戦を展開し、 終盤にノーザンライトスープレックスを決めるも直後に、ブライターサイドオブサファリングを喰らい敗戦。2016年2月27日、スコットランドグラス号を拠点とするアイカップリングウィズのザビック・エルボースキーに参戦。アイカップリングウィズ世界ヘビー級王座を保持するクリス・レンフローに挑戦。勝利して、ベルトをダッシュ。3月1日、ティエネに参戦。 ティエネ・キング・オブ・ザ・マウンテン・オーザを保持するエリック・ヤングに挑戦。終盤にファイヤーマンズ・キャリーの体勢から切り替えされると、ロールアップを仕掛けられるも耐えて、エルボードロップを繰り出すが膝を立てたさんで返り討ちにされ、最後にスパイクパイルドライバーを決められ敗戦。5月20日、アメリカ合衆国の団体に初参戦を果たす。ニューヨーク州ニューヨークを拠点とする。 T1 ワットのティア1メテオリックにて VSK を相手にアイカップリングウィズ世界ヘビー級王座防衛戦を行うが VSK のセコンドを務めていたエースロメロの介入によりノーコンテストになる。試合後も追撃を加える VSK とロメロに対しファラーバーが救助に駆けつけたことによりバーと組んで VSK& ロメロとタッグマッチを行う。最後に ロメロがバーにランニングラリアットから VSK をホールさせて敗戦した。6月15日、イングランドタインウィア州入荷するアポンタインを拠点とする WCPW のローデットに参戦。初代 WCPW 王座挑戦権争奪戦としてジョーヘンドリーと対戦。終盤にヘンドリーにスティールチェアで王打され、窮地に追い込まれるが、 リフェリーがヘンドリーからチェアを取り上げた隙をついて、ドロップキックから、アルスタープランテーションを決めて勝利。同月16日、WCPW ビルト2デストロイにて、初代、WCPW 王者決定戦としてランページと対戦。終盤に、打撃戦から、カウンターのサムアンドロップを暗い窮地に陥ったところ、アダム・ブランパイドが介入するもランページがこれを撃退。しかし、 この隙をついて背後からローブローを仕掛けると最後にパイルドライバーを決めて勝利。初代 WCPW 王者に輝く。NXT2016 年8月、アメリカ合衆国のメジャー団体である WWE と契約を交わし入団。10月、育成施設である WWE パフォーマンスセンターにてトレーニングを開始。11月11日、 参加団体である NXT の NXT ライブにてリッチスワンを相手にデビュー戦を行い勝利。12月2日 NXT ライブにてサニティのメンバーであるアレクサンダーウルフと組んで共闘関係となる。同月7日 NXT にてサニティ vs リッチスワンノーウェイ、ホセの試合中バックステージより登場。サニティが勝利後 メンバーの証であるジャケットを渡されるも床に叩きつけて勧誘を拒否した。2017年1月18日 NXT にてエリック・ヤングがソーヤー・フルトンに代わる新たなメンバーとしてタイ・デリンジャーを勧誘するが拒否され襲撃するも帰り討ちにあったところにバックステージより登場。介入してデリンジャーを攻めるとアルスター・プランテーションで撃退。 そしてヤングよりジャケットを渡されると受け入れて、サニティのメンバーとなった。4月2日、WWE レッスルマニア33キックオフにて、アンドレザジャイアントメモリアルバトルロイヤルに出場。ジェイソン・ジョーダンなどを脱落させて、最終的に、ジンダー・マハル、モジョ・ローリーと3人まで残るがローリーより、ランニングエルボーをくらい脱落した。8月19日、テイクオーバー。 ブルックリン3にてウルフと組んで NXT タックオーザーを保持するオーサーズ・オブ・ペインに挑戦。しかし、急遽ヤングと交代することになる。序盤から両チーム入れ乱れる荒れた展開となり、終盤に場外にてニッキーがアカムに捕まっていたところ、ディバイドをアカムに決めると、レーザーをリングに上げ、ヤングとウルフとのが第2で勝利。ベルトをダッシュした。 WWE2018 年4月17日、WWE スマックダウンライブにて、スーパースターシェイクアップが行われ、ギャングとウルフと共に昇格を果たす。6月19日、スマックダウンライブで、リング上でマイクアピールを行っていたウルソーズが、挑戦者を呼ぶ形で登場。入場時にウルソーズを強襲。リングを席巻した。ありがとうございます。